9時から3時までの時間で会社で働いています。総務部です。営業の人たちとか車をリースしているので、その車基本的には管理してるって感じです。お昼は自分で作ったお弁当を食べています。まあ、全部手作りっていうのがなかなか難しいんですけど、できるだけ自分の手で作るようにしてます。まあ、一番は多分好きだからやってますし、昔からまあ負けず嫌いな性格もあって、そういう上に上がりたいっていう気持ちが多分はねやってきた理由かなと思います。やっぱいるだけで止めれるっていう、なんかその、まあ、このキーパーから点取るの難しいなって思わせるようなキーパーがやっぱ一番いいのかな。